よこれ。グリードに濡れ、まるで百鬼夜行です。チッ、とにかく片っ端から片付けるぞ。どうやらさっきので最後みたいだな。まさかここまでの数が徘徊しているとはね。もともと陰の気がたまりやすい場所だけど。コウ君、無事だったかい？ハマさん、それに七夜の綺麗に掃除してくれたもんじゃの。お前さんたちに任せて正解じゃったわい。どうやら私たちが来るのを予想されていたみたいですね。ああ、雪乃さんから先ほど連絡があったからね。他の住民たちも屋内になんとか身を隠しているよ。ですが安心するのは早いでしょう。多分あの柱を止めないと何度でも現れてきそうだね。私たちが必ず止めてみせないと。二人ともしばらく建物に隠れててください。わかった、どうか気をつけてくれ。任せたぞい。準備ができたら早速突入しましょう。まるで地獄みたいな強力なグリードの気配もかなり感じるわ。やれやれ、最後の柱だけあって相当手強そうだね。うん、でも腹をくくるしかないよ。本番前の最後のリハーサル、気を引き締めていきましょう。おお、良さそうね。チッピーサイヤー
対策かけそうそう。
迷宮の中でもダントツで手強いんじゃねえか。やっぱりグリードの力が相当強まっているようですね。森宮氏が完全な異界に近づきつつある証拠なのかも。この気配は気をつけて。落とし子の時の死竜2体に炎と霊の精霊。ちょっとサービスすぎじゃない？この戦力だと無理ゲーっぽいんだけど。気合を入れろや。この声は潮先輩。佐伯先生、それにいよいよ見せ場だな。特攻隊長魂、今こそ見せてやる。僕と聞くわけないじゃん。いえ、聞いています。くらえや。霊木を削った木刀と性別された銃弾。なんか無茶苦茶なんですけど。待たせたな。このまま一気に片付けるぞ。ああ助かったぜ、潮先輩。
五郎先生も。たく。おっとっと。なんとかここまで踏ん張ってきたようじゃねえか。上出来だぜ、時坂。しよう先輩。まったく、あのタイミングで登場って、あざとくネバを狙いすぎじゃないの。うわお前もよくやった。ちゃんと肝心なところで男を見せたみてえだな。ああ、もうそういうノリは趣味じゃないんだってば。高畑先輩らしいというか。やっぱり親分肌なんだ。ええ、特に後輩さんへの面倒見はすごくいいんですよ。こら北斗、いい人っぽく語るんじゃねえ。シオさんも相変わらずその人に弱いんだな。まあそんじょそこらの男じゃ太刀打ちできねえだろう。しかしまさかあんたたちまで来てくれるとは。一体どういう成り行きなんだ。ああ、俺は入ってた鑑別所が化け物の襲撃にあっちまってな、ヤバかったところシオさんたちに助けられたんだ。ちなみに秋が持ってる木刀は太蔵爺さんが提供したもんだ。察しの通り霊木を削ったもんで、ブレイズ全員に渡してある。獲物が効くんだったら化け物なんざ目じゃないっすよ。で、俺は高畑とこっちの先生に声をかけられてな、この森宮で化け物どもと戦う戦力を整えてたってわけだ。高羽組とは改めて同盟を結ばせてもらった。性別された銃弾の在庫があったから、それと引き換えにな。ま、そちらのガトリング砲は国防軍の提供じゃないな。どこから持ってきたか、野暮なことは一個なしだぜ。なんと言いますか、さすがにガチムチすぎでしょ。でも一気に頼もしい戦力が増えたというか。ええ、この状況を打開できる光明が見えてきたかもしれません。そうですね。ですが今はとりあえず柱を片付けてしまいましょう。ああ、一応宗介氏や北斗会長からも話を聞いている。そのために火星に駆けつけたようなものだからな。まあ、せっかくこうして XRC が揃ったんだ、再会祝いにとっとと柱を停止させてやるとしようぜ。話が早くて助かります。ああ、二人がいてくれたら百人力だぜ。よし、だったらこの先はお前さんたちに任せた。こっちはブレイズの小僧どもと近辺の雑魚どもを一掃しておこう。シオさん、お前らもしっかりな。ああ、任せてくれ。お前らこそ遅れを取るんじゃねえぞ。さて、こちらにはまだ余裕がある。先導は俺たちに任せてもらおう。残り半分、このまま一気に落としてやるとしようぜ。おう。
んじゃ先生、この先も頼りにしてるぜ。さすがに頼もしい限りですね。
宝箱みてえだな。やっぱり出やがったな。柱の守護者、かなりの力を蓄えている。これまでの2体と同じとは思わない方がいいでしょう。正念場だ。腹をくくるぞ。お前ら制圧を開始する。行くぞ XRC。 おう。Yeah.
もしかしてコウ君たちが。守備よく言ったようじゃの。あれあれだね。これで塔への道が開けたはずですが、でもなんだろう、嫌な気配を感じたような。ええ、膨大で無数の力が現れたような感覚。多分塔方面からだわ。そいつは、改めて状況を確認する必要がありそうだな。とりあえず一旦俺も学園に立ち寄らせてもらおう。お前たちも戻るんだろ。ええ、そのつもりっす。あら、秋や後藤の旦那にも声をかけといた方が良さそうだな。時間的にはもう夜なんだっけか。たく、空があんなだと感覚が狂うっつが。りょうた、ちづる、どうした、中に入ってろよ。差し入れよ。差し入れ、ずっと見張りをしてるんだもん。昼だってあんなに無茶したんだし。こんくらい無茶でもなんでもねえさ。あいつらも頑張ってんだ。こんくらいは男を見せねえとな。漆黒の天使の軍勢、結界が解けたってのに
こんなものが現れるとはな。巨塔に備わっていた第二の防衛システムでしょう。まるで侵入者を徹底的に拒絶しているかのようね。全方位に隙間なく展開して穴はありません。地点師クラスも数十体確認できています。あんなのが数十体も。私の時だってあれだけ手こずったのに。突破できる可能性は限りなく低そうだね。せっかくみんなが頑張って結界を解除したのに。確かに厳しいかもしれねえ。だが道が閉ざされても何としてもこじ開ければいい。俺たちはいつだってそうしてきたはずだ。先輩、コウ君。ああ、諦めんのはまだ早いぜ。後藤さんやアキたちにだって協力を取り付けてるわけだからな。国防軍、特戦部隊イージスも全面的に協力させてもらうつもりだ。なんとか成功率は上げられるだろう。無論、ゾディアックの部隊も全力でサポートさせていただきます。うん、まさしくこの地に集う総力を結集できるはずだ。必ずや諸君を党に送り届ける。そのために一致団結するとしよう。おじい様、京花さん心強いです。だったら僕も手伝わせてもらうよ。ジュン、動いて大丈夫なのか。ああ、だいぶ回復したから明日には戦線復帰できるだろう。それにいつまでものうのうと休んではいられない。オルデンの騎士として何よりコウたちの友人としてね。小日向くん。たく、頼もしすぎるだろう。なんだかやれそうな気がしてきました。確かに連携次第で戦力は何倍にもできるか。うんうん、スピカだってそうだし。結界が消えた今こそが唯一無二の機会かもしれません。確かにここが正念場でしょう。ええ、こうしている間にも第二の最悪は近づいています。できれば明日中に何とか決着をつけるべきかと。とにかくこれが正真正銘最後の試練だ。みんなで考えてみようぜ、森宮を救うための道ってやつを。一応行動の方に仮眠所が作られたんだったか。作戦決行は明日。俺も早めに休んだ方がいいか。そういえば他の連中は何をしてるんだろうな。適当に回って話しかけてみるか。あいつは昔から
気づいたらいつも俺のそばにいてくれていた。異界に関わるようになってからもそれだけは変わらなくて、あいつが近くにいるのは当たり前だと思ってた。それがどれだけかけがえのない大切な時間だったか考えもせずに、あの時あいつのそばにいてやってたら、あの時何らかの予兆に気づけてたら、あの時なんでこんな記憶を。こうちゃん、しおり、一体どこからいるのかよ。おい、幻聴、もしかして手紙か。こうちゃんへ。こうして手紙を書くのなんて久しぶりだね。突然ごめんね。なんだか急に書きたくなったの。渡すつもりはないから、変なことを書いちゃってても許してね。こうちゃんは小さい頃からずっと私のそばにいてくれたよね。家も学校もどこへ行くにも一緒で、困っていたらすぐに駆けつけてくれて、今までもそしてこれからもこうちゃんとずっとずっと一緒に、そうだったらいいなって思ってた。時々なんでかすごく不安になるんだ。それは絶対に叶わないことなんじゃないかって。おかしいよね、誰に言われたわけでもないんだけど。でもね、こうちゃん、たとえそうだったとしても、私がこうちゃんを大好きなことだけは絶対変わらないと思うんだ。たとえ離れ離れになっても、たとえ生まれ変わったとしても、たとえ世界がなくなっちゃっても、私は絶対にこうちゃんを好きでいる。それだけは自信を持って言えるよ。だってそれは当たり前のことだもんね。もしこうちゃんがこの手紙を読むことがあったら、これだけは覚えていてね。私はいつでもこうちゃんと一緒にいるから、何が起きても私の真ん中には絶対にそれがあるから。手紙はこれでおしまい。また明日、いい日になるといいね。しおりより。しおり、どうしてこんな手紙を。まるでこうなることが最初から分かってたみてえに。だけどありがとな、しおり。俺もお前と同じだ。それだけは絶対に違えねえから。俺は自分で思ってた以上にあいつに救われていたんだ。どんな時でも変わらなかった幼なじみのいつも通りの笑顔に。だったら何が何でもお前を取り戻してやるだけだ。待っていてくれ、しおり。
ララ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 。ああ、コウ君。悪い、邪魔しちまったな。別に邪魔だなんて思わないけど。でも君、私が一人で歌ってる時によく現れるわよね。さては最初から追っかけしてくれてたとか。偶然だ偶然。しかし相変わらずいい歌だよな。ウィッシュウィングか。君たちのおかげで私の一番大好きな曲になったわ。この曲を口ずさんでいると一人じゃないって気になるのよね。そうか。そういや他のスピカメンバーは巻き込まれてはいないんだよな。うん、それは大丈夫。みんな自宅は森宮じゃないし、タワーでのイベントもなかったから、むしろ安心っていうか。頑張らなくちゃね。もう一度みんなと会うためにもスピカの歌で世界中の人たちを元気にする。私たちはそう誓ったから。相変わらずのスポコンっつうか。そうだな、俺も信じて頑張らねえと。おい、ごめんね。私君に何もしてあげられてない。本当は私の歌で勇気をあげたいけど、しおりのことだって。そんなことねえよ。これでも感謝してるんだぜ。お前と知り合ったおかげで今まで興味なかったアイドルのこともだんだん分かって、陰で頑張ってるお前の姿にどれくらい勇気づけられたか分からねえからな。コウ君、昼間だってちゃんとしろって真正面から劇を飛ばしてくれただろ。そんな風にいつも通りの久我山リオンでいてくれよ。俺をファンにしたのはそういうお前だったんだからな。そうね、ちょっと私らしくなかったかも。自分にできることなんて私が一番分かってたはずなのに。続き歌ってもいいかな。今度はコウ君、君のために歌ってあげたいんだ。ありがとよ。今日一番の歌声で頼むぜ。時坂くん、生徒会室へようこそ。眠れませんか？そういうわけじゃ。美月先輩は何してるんすか？京花さんからの市内の調査報告書に目を通しているんです。さっきのミーティングで作戦概要は大方決まりましたが、予定通りに行くとは限りません。あらゆる状況を想定して万全を期して臨む必要がありそうですから。なるほど、確かにそうかもしれませんね。さすがは美月先輩っつうか。今日は堅苦しい話はこれくらいにしましょうか。そろそろ一区切りつきそうですし、一緒にお茶でもいかがですか？
美味しいっすね。爽やかなレモンの香りがするのに酸味もほとんどなくてレモンバームの買い置きがあってよかったです。心を落ち着ける効能がありますから今の状況にはぴったりでしょう。すみません先輩、日頃からいろいろと気遣ってもらっちまってそんな、困った時はお互い様です。私の方こそ皆さんの存在にいつも支えられているんですよ。特に時坂君にはどうしてか普段言わないような弱音まで聞いてもらうことが多いですし、だから今日は私の番ですね。え？時坂君には本当に感謝しているんです。それぞれの立場やしがらみを超えて人は支え合うことができる、それを私に教えてくれましたから。美月先輩、私では力不足かもしれません。でもそっと寄り添ってそばで支えてあげるくらいはできると思っています。ゾディアックの立場以前にこの学園の生徒会長として何よりも北斗美月個人として私を支えてくれた時坂くんのできる限りの力になりたい、そう思うんです。恩に着るっす先輩。なんとか自分自身で答えを出してみせます。だからもう少しだけ見守ってもらってていいっすか。俺がそこへまっすぐにたどり着けるように。わかりました。時坂くんなら大丈夫、きっと最善の道を導けると信じていますからお茶の続きにしましょう。好きなだけゆっくりして明日の英気を養ってくださいねそうさせてもらいます。